では我々連携としては先ほど申しました装置ですね、まずはその、井上様のそういった思いを形にするところを我々が装置として作るというところを我々の方が担当いたしまして、井上病院様の方がリハビリの臨床試験ですね、そのものを実施していただいたという形です。で、大分県立、看護大科学大学様の方にも臨床用の筋電図のデータ等の解析ですね、そこでご協力をいただいております。はい、でこの装置の概略です。先ほど知事の方にもお話ししましたけれども、2機をですね、同時にもしくは各々のタイミングで、臨機応変に処理に合わせて動かすという装置です。で基本的な仕様はこちらに書いてある通りですね。で今までなかなかそういったこういう機器の使用が難しいという患者さんにも使えるような形でということで、今まで以上にリハビリ現場がですね、効果的な環境になるようにという思いで開発した装置になります。でこのページとその次のページ、使い方のところとですね、その次の、はい、効果のところ、これはちょうど井上病院様の方の資料で詳細をご紹介させていただきます。はい、で最後にビジネス展望のところです。もう先ほどこちらの方も先ほどうちの社長が読み上げた内容になりますので割愛させていただきます。非常に多くのリハビリを必要とする患者様が今日本に増えている、でさらに増え続けている状況が今現在あるという状況の中で、我々大分県としてですね、こういったリハビリというところにいかに、企業としても取り組んでいけるかということで、連携としては、大分県内のですね、リハビリ病棟様の方にまずは優先的にこの機器をまずは使っていただきたいという形で展開してまいります。でその流れの中で続いて全国へ、で最終的には世界にも通用する装置だというふうに思ってますので、海外も視野にビジネス展望というのを考えております。